こんにちは、ひろこパンのひろこです。今日はじゃーん、この桃いちごが手に入ったので、いちご大福を作りたいと思います。いちご大福といえば甘酸っぱいいちごとあんことお餅の組み合わせが最高のお菓子ですよね、おやつですよね。でそれを今日は、お家にいることが多いこの時期に、作ってみてもらいたいなと思ったので、やってみたいと思います。今日の材料です。白玉粉、砂糖、いちご、黒あん、水と片栗粉です。では作っていきます。いちごはこのヘタを切って洗って、で水分を拭いておきます。それであんこは10等分にしていきます。はい、10等分にしました。でこれを今いちごでくるんでいくんですけど、やっていきます。で1個、とりあえずこんな感じに広げます。でここにいちごをこうやって置いて、で、ひっくり返します。ひっくり返します。でこの状態で上からかぶせて、で全体をあんこでくる、いちごをあんこでくるんでいく感じに、こう徐々に触っていけばこうくるまっていくので、こういこんな感じでくるめました。でこれを10個やっていきます。はい、10個できました。周りのお餅の方を作っていきます。まず白玉粉を、入れます。そして砂糖を入れます。で次にお水を 180cc 分よいしょ入れて、はい、混ぜます。はい、馴染んできたら次に火をかけて、だいたい中強火ぐらいでスタートします。しばらくはサラサラのままなんですけど、いきなりあるところからいきなり固まり出すので、最初はちょっとこう適当に混ぜといて、途中から一生懸命混ぜてください。はい、こんな感じで少しこう下がダマになってくるので、ダマになり始めたらちょっと火加減も少し注意しながら、とにかくひたすら混ぜてください。で一生懸命混ぜればこのダマもどんどんなくなってきてペーストになってくるので、ここから頑張って混ぜます。で混ぜつつ火を通していくので、とにかく混ぜます。このダマダマが不思議と後からなくなるんですよ。これはちょっと例えばなんかカスタードクリームとかだったらもう手遅れな感じなんですけど、これがもうちょっとすると、私も初めて作った時あ失敗とか思ったんですけど、これが混ぜ続けると大丈夫ですよ。私でもいちご大福昔あんまり好きじゃなくて、いちごはいちごだけで美味しいのになんでまんじゅうはまんじゅうで美味しいのに合わせる必要ないみたいな感じ で大人になってからなんかこれ 5,6 年前ぐらいに教えてもらって、作るようになってからなんか、あ美味しいんだみたいな、いちご大福に目覚めるみたいな。はい、だいぶこういう風にネバーっとした感じになってくるんですけど、ある程度ちょっと力もいるんですけど、3、4分しっかりこう火通しながら混ぜてってください。で火の通りが甘いと包んだ後にお餅の生地が少しだらーってなってくるので、すぐにやめるんじゃなくて少し2、3分こうやって頑張って混ぜます。エクササイズになる感じです。はい、でだいぶいいかな、よいしょ。
だいぶいいかなって感じになってきたら、あらかじめ片栗粉をバットに用意しております。でちょっと多めに片栗粉を入れてもらって、でそこに入れますね。はい、こうやって入れましたの でここに、また片栗粉を用意しておいて、結構片栗粉をふんだんに使います。手にくっついちゃうので、ここから打ち粉みたいな感じで、乗せて手に引きつかないようにしつつ、ちょっとなんとなく伸ばします。今から均等に10等分に切りたいので、そのために少し均等に伸ばします。はい、じゃあ切っていきます。10等分なのでちょっと難しいんですけど、こんな感じで10等分になりました。はい、じゃあ包んでいきます。まず、手にちょっと片栗粉をまぶしつつ、この辺粉だらけになるんですけど、まぶしつつ、まずさっき10等分したやつの一つを手に取ります。で軽く伸ばして、あんまり伸ばしすぎない方がいいと思います。でここに乗せる、ひっくり返して乗せる、ひっくり返して乗せる。で今度はここを、まあ、またくっつきそうだったら必ず片栗粉に手をつける。こうひっくり返す、はい、で上から優しく触っていくと伸びていくので、この周りのお餅の生地が伸びていくので、こう押さえて、まあおにぎり握る感じで押さえてっていくと、はい、伸びていくので、でここでひっくり返してこう包んでいきます。はい、でこれでいい感じに進めたかな。まあ、こうやって上から軽く押さえるか、一生懸命最初伸ばさなくても少しずつ押さえていくだけで生地がすごく柔らかいので勝手に伸びていきます。はい、でコツは片栗粉をちょっと一生懸命いっぱいつけてもらって、よいしょよいしょ、出来上がり。はい、じゃあ今日は一緒に手伝ってくれるお友達と作っていきたいと思います。意外と勝手に伸びてくるよね。なんかそうそう、上手した、触れてると徐々に広がってってくれるから、意識してもう完璧いい感じ、いい感じ。はい、できました。はい、ジェゴ大福出来上がりました。じゃあ今日一緒に作ってくれたお友達と一緒に食べたいと思います。はい、じゃあいただきます。かじうん、甘い、おいしい、おいしい、うん、いちごも甘いし、ね、おいしい、大成功。意外と簡単にね作れました。で、いちごを例えばスーパーで甘いイチゴだったらもちろん無敵してるんですけど、ちょっと酸味が強いイチゴでもあんこ包んで、スーパー美味しいのでぜひ作ってみてもらいたいと思います。はい、じゃあぜひトライしたいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。はい、じゃあまた。
ました。